マスお疲れです。お疲れ様です。このコーナー知ってる？あ、もういっぱい見てる。はい。さすが。今日のテーマ。はい。じゃじゃん。地元。まずどんな地域？どんな地域？まあ中国地方っす。中国地方知ってるわ。広島県。広島です。はい。ね。どんな周りの環境は？国道沿い。大きな。大きな。川沿い。川もあって。はい。せせらぎがある。あ、もうそんなに気持ちいい感じの川なんや。そうです。本当にそういうとこっす。国道の裏が川 でそこでよく花見とかもやってるし、せせらぎがあるんです。せせらぎに推しがすごいな。はい。じゃあいい環境やね。じゃあこれね、規模が分かるのが、はい、小学校のクラス数。ああ、4組でした。おお、4クラス。はい。やっぱ広島市内やしね。ほぼ外れの方ですけど。ね。ああ、じゃあ4クラスやったらまあ、まあまあな。多いんですか？少ないんですか？まあ普通。まあ多い方じゃないかな。あ、そうなんですかね。うん。で、その小さい頃、はい、よく遊んでた場所ってある？西村ジョイの裏。西村ジョイの裏。めっちゃ具体的な。54号線のちょっと入ったとこ。ヤギの。もう家分かってまうだよね。いないですかね、分かる人。その裏何があるの？せせらぎっす。せせらぎ？またせせらぎ出てきた。そこ、ちょうど、まあ、太田川の分かれるとこらへんで、ちょっと細くなってて、そこが人目もあんまないとこなんで、まあ、そこでたむろってありましたね。何してたのそこで？でも学校に呼び出されるようなことです。もうここで言えんやつやん。そうなんですよ。でちょっと話変えて、はい、遠出とかじゃなくて、まあ、家族とかで、うん、近場にこう遊びに行く時ってどこ行ってた？まあ、じいちゃん家の方が小原の方にあるんで、美北丘陵公園行ったり、うん、戸河内の方に三段橋とかあって、うん、そ自然が溢れるとこには行ってましたね。そこにもせせらぎあるんで。そこ言えや。じゃあ名物を聞きたくて。小学校が梅林って言うんですけど、梅の花がよく咲くとこがあって、自分家の前のそのせせらぎあるとこが、うん、まあ、時期になったらすごい綺麗です。ぜひ見に来てほしいぐらい綺麗。いや、あんま来ない。あ、そこまで。ああ、来ないで方がいい。そうです。静かにしといてほしい。せせらぎが聞こえようになるからな。じゃあなんか名物な人物っていなかった？桑原宇之助。これ多分覚えてる人少ないと思うんですけど、小学校の裏に八木用水路ってあって、うん、そこ作った人です。絶対知らん。絶対知らんですよ。絶対知らん。多分合ってると思うんですけど、歴史をたどろうっていうところで誰が作ったのみたいになって、ああ、桑原宇之助ってめっちゃ覚えてるんですよ、小学校の時なのに。なるほど。それを調べたのもすごい覚えてると思う、ね、誰って話ですけど。顔もわからんねやろ。全然わかんないです。昔の人なんで。名前しか残ってないです。名前だけ。なんとかおじさん、なんとかおばさんって実在する人でいらんかった？なんかあだ名がつくような人みたいな。あんまり覚えてないですね。あ、本当？はい。桑原宇之助が強すぎて。いや、もう強いね。じゃあみんなちょっと検索してんじゃうかな、今頃。調べてくれたら出てくるとは思うんですけどね。ぜひ調べてほしいね。何を作った人だっけ？ヤギ用水です。小学校の裏にある。あるね。ぜひそこまで絵が出たらいいね。なんとなくこう、ね、育った環境が見えてきたんで。ほんますか？おう、よかったです。せせらぎ好きということ。はい、そうです。俺が分かったのも一つ。はい。収穫なんで。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れのとこ。はい、ありがとうございました。今日のキーワードは地です。チャンネル登録よろしくお願いします。